はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうです。今日は僕の部屋の紹介をしたいなと思います。ライトを購入したので、それの商品の紹介となります。では早速ライト持ってこようと思います。よいしょ。はい、今日はね、3つ商品を買ったので、それの紹介をしていきたいと思います。で、この中に別々で買ったんですけど、一つ の箱に包まれてきたので、後々ね、開けて紹介していこうと思います。まず一つ目紹介したいのがライトになりますね。で、今回買った商品っていうのは LED の、ライトになりますね。照明を自分ちょっと買いたいなと思って、今使ってるのは元から付いてたやつなんですけど、だいたい1色か2色、豆電球と普通の太陽の光っていうか明るい色の2色だと思うんですけど、今回買ったものは、まずシーリングライトになりますね。4つ付けれるタイプのシーリングライトを購入しました。そしてもう一つ買ったのが LED のフィリップスヒューっていう、ライトを買いましたね。1600万色あるみたいなので、さあこれからのね、自分の生活がすごく楽しみですね。それではまずシーリングライトの方から上げていこうと思います。久しぶりにこういう大きなものを買いましたね。最近全然買い物とかしてなかった。服とかは買ったりするんですけど、こういう家電っていうか家具系は本当に1年ぶりぐらいに買ったので、すごく楽しみですね。じゃじゃん、こんな感じですね。僕が今日買ったのは白色、ホワイトのシーリングライトになります。で、これが取り付けるやつ で4つ付いてます。で、この中にフィリップスヒューの LED ライトを1つずつはめていくっていった感じですね。で、ブラックもあるんですけど、僕の家が割と白系なので、まあそれに合わせて白にしたって感じですね。すごい。じゃじゃん。こんな感じですね。こちらシーリングライトアイナプッキっていう商品になります。シーリングライトって安いのとか高いのあると思うんですけど、まあ IKEA とかだと3000円で買えるものもありますよね。あと高いものだと本当数万5万とかいくやつもあるのかなと思うんですけど、僕はこれ1万1000円で、まあちょうど中間ぐらいのお手頃な、値段だったのでこちらを購入しました。すごい素材もしっかりしてて、すごく丈夫な感じがします。で、見えるかな、ここに回してつけていくって感じですね。あと首、これもこっちに曲げることができるみたいです。90度かな。で、反対側はいけないんですけど、反対側行こうと思ったらこう回転させると、わかるかな、回転させてやってあげると、あ、よし、だからこう回転するんですね。360度、ギリギリちゃんと当たらないようにもなってます。だからこれでいろんな角度にライト当てることができるって感じかな。スポットライトみたいにもなるし、すごくいいですね。で、なんかリモコンみたいなのがついてたんですけど、まあリモコンだな、これはちょっと今よくわかんないんで、あとあとね、後々ちょっと説明していこうと思います。はい、そして続いての商品がこちらですね。この中に2つ入ってるんですけども、 LED のライト、フィリップスヒューっていうライトになります。早速開けていこうと思います。まず1個目がこれですね。フィリップスヒューのスターターセットっていうやつを、買いました。で、これがここに載っているように3つなんですよね。今回はこ
このシーリングライト4つに、LED つけていきたいなと思ったので、これとは別でもう一つ、バラ売りのやつを買いました。それがこちらですね。一つ入ってる、LED ライトになります。バラ売りもしてるので、まあ足りない分とかはね、個別で買うこととかもできるので、すごく便利だと思います。はい、それではライト開けていこうと思います。じゃあ開けます。こんな感じだね。で、これを取り外して中を開けると、リモコンかな、これが携帯となんか Wi-Fi とかをつなげて、携帯のアプリからライトの色を設定できるみたいなんですけど、1600万色あるみたいで、それを全部スマホで操作できるための道具みたいです。これなんかこれボタンみたいなのがあったんですけど、ボタン付きだとなんか値段がちょっと2000円ぐらい高かったのかな。これまだ僕理解してないんですけど、後々紹介していきます。で、あとね、まだ最後の層があって、なんかこのコンセント説明書ですね。説明書、これが多分 Wi-Fi につなぐやつですね。はい、商品はざっとこんな感じになってます。はい、じゃあね、ここにライトの方つけていこうと思います。よし、ライトつきました。天井につけていきたいと思います。はい、とりあえずこんな感じでつきました。でね、これね、このリモコンで操作するみたいなんですけど、まずノーマル状態が、テントの星、1回押すとこんな感じで全部つくみたいで、でもう1回押すと、1個消えるみたいですね。で、あともう1回押すとこんな感じで1個だけつくみたいです。まあ4パターンぐらいかな。ノーマル状態だとこんな感じですね。はい、じゃあね、フィリップスヒューっていうアプリを入れたので、これでライトの調整していきたいと思います。これだね。で、使う部品は多分ね、この4つかな。うん、あ、これもか、これもですね。1、2、3、4、5、この5つですかね。このケーブルを、よし、これを多分 Wi-Fi、 自分のね、家の Wi-Fi につなぐのかな。はい、ちょっとね、こんな感じでヒューブリッジっていうのをね、設置していきます。自分がいつも使っている Wi-Fi とこのヒューブリッジを接続、同じ Wi-Fi で接続させると、使えるみたいです。で、なんか今つながったんですけど、アップデートがありますってことで、なんか10分間ぐらいアップデートをやってるみたいなので、これ終わってから1600万色のライトを試していこうと思います。いや、楽しみですね。めっちゃ楽しみです。はい、ってことでなんとか設定完了しました。ちょっと手こずっちゃったんですけど、アプリ無事登録できて、LED のライトも4つアプリに登録することができました。はい、今アプリの画面がこんな感じなんですけども、リビングルームとか、あとは他のキッチンとか寝室とか、いろいろな部屋で設定ができるみたいですね。で、僕は一人暮らしなのでリビングルームだけ設定しました。これを押すとこんな感じで、ライトはね、4つ買ったので、それぞれ登録して色を変えることができます。じゃあ試しに、これ明るめとかあるんですけど、サンセットいっちゃいましょうか。ちょっと今ね、こんな感じなんですけど、サンセット押しています。よっ
すごいですよこれ。色が自動で変わりますね。うわ、これめっちゃすごい。明るめとかね、こんな感じで一つずつライトの色も変化させることができます。今ね青にしたんですけど、これを赤っぽいところに持っていくとこんな感じで、今ねこの2番目のライトなんですけど、赤にすると赤になって、ちょっとごめんなさい見にくいんですけど、緑の方に移動するとこんな感じで色が変化します。これを4つライトごとに設定することができるっていう、めちゃめちゃ機能抜群ですねこれ。すごい、本当にすごい。はい、で今 iPhone にもともと付いてるホームアプリっていうのがあると思うんですけど、そのホームアプリを、さっきのヒューブリッジに、これですね、ちょっと見えないんですけど、このホームってアプリをヒューブリッジとつなげてみました。でこれ接続方法がめちゃめちゃ簡単で、ヒューブリッジの後ろにあるバーコードをこのホームアプリで読み取るだけで、照明4つ分、登録されている4つ分をスマホと接続することができます。はい、で Siri の設定をちょっとやってみました。これめっちゃすごいです。今僕登録したので、ちょっと見てくださいね。 Hey Siri、 ライトつけて。はい、照明をオンにしました。ヘイシリー、ライト消して。はい、照明をオフにしました。すごい。ヘイシリー、ライト消して。はい、照明をオフにしました。ヘイシリー、ライトつけて。はい、照明をオンにしました。ヘイシリー、サンセットにして。それには私が LINE ミュージックのデータにアクセスする必要がある。わかりました。やめておきます。ヘイシリー、ライトをつけてサンセットにして。それには私、そうですか。ではやめておきますね。ヘイシリー、大好きです。ヘイシリー、夏の終わりのハーモニー。少々お待ちください。井上陽水、安全地帯の夏の終わりのハーモニーを再生します。この7日間の無料プレビューの間に Apple Music のお好きな曲の再生を指示してみてください。え、待って、めっちゃすごい。え、普通にすごい。はい、ということで今回はね、シーリングライトについて紹介していきました。これからまたなんか気づいたこととかあればね、動画上げていこうと思いますので、ぜひ次回の動画も、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。